どうもこんにちは、キョピーです。さて、今回はですね、こちらの黒いボードを使って、ネオンサインペイントっていうのをやってみようと思います。で、ネオペイントって聞くと、めちゃくちゃ発色のいいピンクとか黄色、黄緑、水色、発色のいいやつありますよね。ホイール塗ったりとか、そういう風に使われてる方多いと思うんですけども、それとはまたちょっと違って、なんていうんですかね、サインボード、ネオンサインボードっていうんですかね、看板とかオブジェに使われているやつですね、そちらの方をペイントで再現してみようかなと思います。で、使う色は全然特殊な色じゃないので、普通の色を使って、できるかなと思います。海外のグラフィティのペインターさんなんていうのは、缶スプレーでこの手法をされているので、それよりも、もっと再現性の高いエアブラシとかを使うと綺麗にできるんじゃないかななんて思って今回挑戦してみようと思います。ですので、こうレクチャーじゃなくて、これは僕の実験動画です。はい、ということで今回は、おそらく失敗もすると思うんで、その辺も含めて、生温かい目で見守ってください。はい、ということで、じゃあ早速やっていきます。はい、今回使う色は実質2色、普通の白と原液のままの青色、この2色を使って、ちょっと濃い水色、水色っていうよりは青ですね、ちょっと濃いめと、あとは明るい水色を、この2つを使ってね、混ぜて作りました。この4種類で塗っていきます。はい、ここにうっすらとスヌーピー下書きしてますんで、今回はこれを塗ってみようと思います。はい、それではまずエアブラシの中、原液の青、全然調色のしてない普通の通常の青ですね、そちらの方から塗っていきます。見えますかね、これって。あんまり意味がない気がしますけど、一応これがガイドラインみたいになります。はい、じゃあ次は水色、濃い方の水色をやっていきます。やっぱり最初の青別にいらなかった感じっすね。まあ、一応スヌーピーには見えますかね。はい、ブサイクっすけど。イメージ的にはちょっと離し気味、ここの距離を少し離し気味にして、それでミストをぼやっとぼやかす感じですかね。はい、じゃあ次は薄い方の水色いきます。次の、薄い方の水色は、このラインの中、外に飛び出さないように、なるべくこのね、ぼやーっとしたこのラインの中の方を塗っていきます。でもちょっと2番目に塗った濃い方の水色も、これも意味をなしてないので、ちょっともう一回塗り直しします。
お、だいぶネオンっぽくなってきましたね。よかった。じゃあ次は最後白で塗っていきます。これからこの水色の中心中にですね白を描いていくんですけど、ここで僕の不器用さがバレると思います。多分手プルプルするっすね。こういうの難しいんですよね。苦手っすよ僕は。やばい、マジで手がプルプルするいやちょっとそっからじゃ分かりにくいと思うんですけど、これ見てくださいもう手がプルプルしてます。やっぱ絵描く人とかすごいっすよね。僕苦手っすわこういうの。笑けてくる。あーダメだ、笑っちゃう。はい、どうでしょうか。なんとなくネオンっぽく見えるかなって感じですね。まあ線ガッタガタっすけどね、これやばくないっすかうん、でも可愛い。はい、じゃあ今のを失敗を踏まえて、こっちの空いてるところにねもうちょっとなんかやっていこうかなと思います。
in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. はい、ようやくできました。こう見たらだんだんとネオンっぽく見えないですかね。いやどうなんだろう、肉眼じゃ結構ネオンっぽいんですけどねじゃあまあこの後ちょっと仕事があるんで、塗装した後にその車塗ったクリアで一緒にこれもクリアで閉じようと思います。はい、ということでこんな感じで出来上がりました。一晩かけてね、綺麗にちょっと軽くゴミがついてたのを磨いて、今こういう状態です。で、ですね、ちょっと皆さんに今後の僕の技術向上のために、評価をしていただきたいんですけども、そのアンケートご協力ちょっとお願いします。これがまあネオンに見えるよという方は、高評価ボタンを押してください。で、いやいやキヨピちょっとそれはネオンじゃないんじゃないのっていう方は、低評価ボタン2回押してください。いや、まあ冗談です。ちょっとね、第三者の目から見て判断していただきたいので、これまあネオンっぽいよっていう方は高評価。ちょっと違うんじゃないのっていう方は低評価ちょっと押してください。はい。もうね、僕の中でこれはネオンだってこう、なんかエフェクトがかかってるんでネオンにしか見えないんですよ。ですので、ちょっとね、皆さんから見て、判断していただきたいなと思います。で、おそらくやり方は間違えてないんですよね。なんですけども、この青い部分、色がついてる部分、この色がついてる部分ですね、そこをもっと広くね、ぼやーっと光らせる感じ、もっと幅広く青く塗って、なおかつこの白い線ですね、実際のところの発光部分、ネオン管の発光部分はもっとキリッと描いてあげることによって、よりネオンっぽいかなとも思います。まあ手法としてはね、簡単ですので、ちょっといいなと思った方、ぜひともね、挑戦してみてください。はい、ということで、まあ今回はね、こんな感じなんですけども、僕の奥さんがスヌーピー大好きで、まあ僕も大好きなんですけども、可愛いって言ってくれたんで、会社に飾っとこうかなとも思っております。はい、ということで、今回はね、こんな感じでネオンペイント挑戦してみました。どうもご視聴ありがとうございました。キヨピーでした。バイバイ。